なっております DIC グラフィックスの森原と言います今日はまあデジタル印刷と従来印刷の色の一致の実現というようなことでご説明させていただきます弊社 DIC グラフィックスは DIC 株式会社のグループ会社でありまして日本国内のインキビジネスを中心としている会社ですで弊社といたしましては今まではそういった印刷に関わるインキだとか 材料をビジネスとししてきましたですが、これからはそういう材料、ことだけではなく、あものだけでなく、こととして、ソリューションというところのビジネスを進めていこうというところで、カラークラウドソリューションというものを開発をしております。ね、このカラークラウドソリューションなんですが特色印刷効率化とありますけれども、まあ、平たく言うと、特色印刷のカラーマネジメントということになります。えー 通常のプロセス印刷のカラーマネジメントというのは、もう昔から ICC プロファイルを使ったりして、も確立されていますけれども、現時点で特色印刷のカラーマネジメントというのは、なかなかうまくいっていないというふうに認識しております。今、取り組んでいますのが、従来の印刷方式、グラビアだとかフレキ、オフセットだとか、そういった印刷方式と、デジタル印刷機の色の一致の実現というようなところを今、トライをしております。 今年の初めからエピソン社様のインクジェットのデジタルラベル印刷機シュアープレスのカラーデータをカラーの情報をデータベース化しましてそれをカラークラウドに搭載しておりますで,でカラークラウド DIC カラークラウドというのは平たく言いますと弊社の 特色印記で再現できるすべての色のデータベースになります、ですから、まあ、印刷で再現できるすべての色のデータベースになります、大体6000万色以上の色のデータベースになります、そこに今後、デジタルの印刷機のデータも搭載していくことによって、従来のオフセットだとかグラビアだけでなく、ュアプレスなどのデジタルの印刷機との色の位置というのを実現を図ってまいります。 今回のラベルフォーラムに向けてです、ね、サンプルを作成しました、まあ、こういった、まあ、パスタのソースのイメージしたラベルを作りましたでこのパスタの画像のところは CMIK なんですけどもこの赤と青の部分は特色になっておりますそれがグラデーションかかっていてここら辺で混じり合っているというようなサンプルですでこのサンプルをですね、まあ、オフセットで吸ったものとシュアプレスで印刷したもの またオフセットの印刷をする前にインクジェットの色構成を出していますのでインクジェットの色構成とこの3つの色が合っているというようなもののサンプルを作成しておりますお時間があればエプソン社様のブースに来ていただいて見ていただければと思っておりますでここにはですねありますのが弊社弊社が目指しているカラークラウドソリューションが目指している図になります弊社のの特色インキの データベース、ライブラリーをですね印刷に関わる方、すべての方ですね、クライアントさん、デザイナーさん、営業部門、製版の部門の方、印刷部門といった、すべての方々で共有化していただきまして、クライアントさん、デザイナーさんに至っては、なるべく早くそのパッケージの仕上がりの色を確認しながらデザインを行っていただくと。 そして正版の方に来ますと、あらかじめカラークラウドの特色印記の情報をもとに、正版を行ったり、デジタル構成を出力したり、そうしたことによって、構成印刷の回数を削減していこうと、そして、角度の高いデジタル構成、構成印刷、正版を行うことによって、印刷部門においては、印刷の立ち合いの削減だとか、カラークラウドのデータベースを使ってですね、 えー、CCM と連携させながら、インキーを早く効率的に作るというようなことによってです、ね、本気の印刷時間を短縮と実現していきたいというふうに考えておりますし、目指しております。で、カラークラウドを開発するにあたって、えー、いろいろな方にヒアリングをしてまいりました、えー、クライアントさん、デザイナーさん、営業部門の方、製版印刷といろいろ回りました。そういった中で、えー 大きいい問題点というのが下に上げました特にクライアントさんデザイナーさんは本印刷の仕上がりの色が予想できないとでうまく色を伝えられないというようなことが大きいポイン、えー、困りごととして挙がりましたでこれはある意味では、えー、弊社のような色見本帳を作っている会社にも実は原因があると考えております、えー、弊社の DIC カラーガイドというのはアート紙の色見,色見本帳です ですけどもパッケージになるとコートボールだったりフィルムだったり金属だったりしますコートボールフィルムに印刷するのに色指定をアート紙で指定するといったところでもうすでに、えーえー、矛盾というかそこでもうすでに問題を抱えていますですからなかなか色が伝えられない本当にフィルムですかたらこの色出るかどうかもわからないような状態で色を指定されていますそういった状態でカン,プとしてカンプにカラーガイドのチップが 何がられてての方に降りてきますそうしますと正版の方でも実際にはまだ印記が作られませんのでそういったまあこの程度の色になるだろうと予想しながらそして構成印刷を上げたものをまたデザイナーさんの方に戻しましてチェックが入るとそういった中で何回もやり取りが発生するというような問題があります。 で初めてまあそれを何回かやり取りした中でまあ OK が色構成の香料が出てまた印刷部門に降りていきますけどもそこでまた印刷立ち会いだとか本気構成だとか特に印刷立ち会い等になりますと初めて本気構成印刷立ち会いで特色印記が乗っけられて本気で印刷された時にどういうようになるかが分かります。そこでデザイナーささんとと立ち合いに,な立ち合いにされますと 色が出なかったときには、もうそこで陰キを一生懸命いじり出すといったこと、非常に時間がかかりますで、この印刷の、立ち会いの時の印刷の費用は一体誰が負担しているのかといったことも非常に問題というふうに考えております、非常に色のや,色のやり取りだけでも、非常に何回も、何往復もいろんなことが始まりまして、ワークフロー全体の使用時間が増加しているというふうに考えております。 ですから弊社としては、カラーコミュニケーション、色して、色再現の課題を解決していこうというところで、カラークラウドソリューションというのを開発をしてまいりました。要は多岐にわたる素材ですね、要はコートボールだとかフィルムだとか、そういったところの、実際のパッケージの色を事前に確認ができることが必要だろうと思っています。で、そうした確認した色の情報を的確に伝える必要があると思っています。 それがただの RGB だとか LAB の数値だけでなくて、弊社では分光反射率とその陰気の配合を合わせて、正版印刷の方に流すことが必要というふうに考えております。そうした中で、色作業によっては、そういった確実な陰気の情報をもとに正版作業を行うことによって、特色正版が素早く正確にできるというふうに考えています。また構成本金冊等の 人気の準備も早くできますので、そう非常に効率化につながると思っております。こういったことを解決していこうというふうに考えております。ですから、こういったカラークラウド、この弊社のデータベースをお使いいただくことによって、色構成のチェックの回数の低減だとか、正版作業の時間の短縮、構成印刷機の稼働回数を低減させる、まあ、本気印刷、 えー、立ち会いの時間の短縮と実現できると、えー、考えておりますし、それを目指して今、えー、お客様と一緒に、えー、立ち上げているところですで、カラークラウドソリューションの中の DAC カラークラウド、弊社の特色印記のデータベースになるんですけれども、これは、えー、去年の2016年4月から、まあ、ひっそりと公開をしました、あまり一般的にまだ使われておりません。 これの特徴というのは、先ほど言いましたけれども、弊社のンキで再現できるすべての色のデータベースになりますので、もうカラーガイドにとらわれる必要はないということになります、無限の色数になります、ですからデザイナーさんが本当に印刷したい色というものの気を、人気の情報を手に入れることができます、デザイナーさんにいろいろヒアリングしたところ、ディックの100番を今回、完封に貼って指定したと。 別にこれデザイナーさんはディックのカラーガイドが好きだからディックの100番を指定したわけではなくてデザイナーさんの頭の中にイメージした色がたまたまディックの100番に近いからそれをンプに貼ったというようなものになりますですからその貼られた漢符に貼られた100番を元に構成印刷をかけますけどもそこから本来頭の中にあるイメージした色に近づけるために色を調整したりだとかそういうことが起こりますけどもそういったことがなるべくないように。 正確にイメージしたのに一番近い人気の情報を手に入れるという,ようなことが可能となります。またいろいろな印刷方式ですねオフセット、グラビア、フレキソとさまざまな紙だとかメディアに対応したそれぞれの色のデータベースを提供しますので実際の本,本当のパッケージの仕上がりの色を事前に確認することができます。またそこには色彩地だけでなくて パッケージの要求でです、ね、体制です。ね、例えば式のパッケージだとやっぱ対抗性が必要になりますしグラビア、何放送のパッケージになりますと対レトルト性だとか対抗性も必要ですそういった体制要求要件ありますのでそれを満たした情報を提供いたします。あともう1つカラークラウドはデータベースになりますのでそれをデジタル構成だとか CCM システムとの連携を 実現していますまたエプソン社様のシェアプレスとの連携も図ってまいります。でこれが簡単に言いますとこちら側の左側が弊社の色見本帳ディックのカラーガイドの色を LAB 空間にマップしたものになります全部で色あります。 これで足りるかなと思ってはいたんですけどもやはり足りないというようなことをよくデザイナーさんから言われましたで右側の回転している立体の方がカラークラウドのデータベースになります一つの印刷方式一つの用紙フィルムごとに持っていまして大体、まあ、いい1000万色以上のデータベースになっていますですので色数が足りないだとかいろいろまあ モニター上コンピューター上でしか確認はできませんけども多くの素材に対応した色の情報を確認することができますでこれがカラークラウドの中に搭載されているデータベースの特色の色再現機になります左上からオフセットの油性のコート紙まあ上質 UV オフのペットだとか下の段がコートボールグラビア裏ずり表ずりというふうになっております でおそらく、えー、インキメーカーでこのように特色インキ色再現器をちゃんと定義したというインキメーカーは、まあ、おそらく弊社しかないかなというふうに自負しております。ですから、このようなデータベースを皆さんにお使いいただいて、的確な特色の色指定を行ってもらおうというふうに考えております。まあ、ただしですね、カラークラウドになりますと、色数が1000万色とか数千万色オーダーになりますので、 今までの色見本帳のように見て色を選ぶというようなことはもう実現不可能になりますですのでカラークラウドでは最初に印刷したい色イメージカラーと弊社で呼んでますけれどもイメージカラーを登録しますですからその登録方法も例えば画像からだとかまあ束色してだとかあとは数値 RGB だとか CMI k 式を入力してだとか あとはまあカラーガイドのデータをそのまま取り込んだりして、印刷したい色、イメージカラーをまず登録します。で、その登録したイメージカラーを次に印刷印記へ変換という処理ですね、要はカラークラウドのデータベースに情報を取りに行くという操作を行います。そうして、実際のそのイメージしたい色に一番近い色の情報を提示いたします。 で対応している用途というのも、まあ、オフセット、グラビア、フレキソシアプレスと対応しておりまして今後も随時拡張予定となっておりますで実際にここでカラークラウドのオペレーションを見ていただきたいと思います